バカウケバカウケは、栗山ベーカが製造するベーカ。商品名のバカウケは、新潟県の方言であるバカイコールとてもすごくヒットしてほしいという願いを込めて付けられた。また、発売開始当時の1970年代に放送されていた、金ちゃんのドンとやってみよう。で投稿ネタへの英評価として使われていた表現でもあり、ここからいただいた。関西で、 最初全く売れず、バカが耳障りなのではと考え、商品名を一時、A やんかに変えたが、この対策は完全に滑り、元通りにされた。バナナのような形状をしており、代表的なバカ受け青のり醤油味は、青のりを入れた生地に醤油の味付け。1990年の発売以来、商品名の持つインパクトと商品キャラクターを活用した積極的な、 ブランド展開を行っている。定番商品として、青のり醤油味に、ごま揚げ味、チーズ味、青のりソース味があり、青のり醤油、ごま揚げ、チーズ味に、甘口カレー味と、甘口醤油味を加えた5種類が1袋に入った、アソートがある。この他期間限定品や、コンビニエンスストア限定品も多数販売されており、栗山ベーカの子会社である K&B が、 製造販売する地方限定品が2015年時点で全国26種類あり、観光地や高速道路のサービスエリアで販売されている。栗山ベーカの本社敷地内に実在し、新潟県柴田市の大友稲荷を源とする。社員だけでなく、併設する観光施設、新潟泉米王国に訪れた観光客など、誰でも参拝できる。ありがとうございます。